この時間は日本対イタリア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。天候ですが、今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中、今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。イタリア国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね。やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけないので、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね。はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。4-3-3 の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、ここが機能しないとそのフリーラインということは保てなくなりますから、中盤が大事になってきますよね。キックオフスタート、日本対イタリア、さあ来た、切り込むか、来た、シュート、これは素晴らしい反応でした。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。田中、このゲームファーストシュート。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールはちょっと合わなかったか。ベッラッティからペレグリーニ、中への折り返し、日本はここクリアで難を逃れます。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。そうですね、ジョルジーノですかね。パスの精度が高いですから、中盤での配球役として期待できますよね。どうだ、シュート入った、飛んでくる、うわ、曲がる。この前半の立ち上がりから非常に積極的ですよね。いい入りができていると思いますけどね。バレッラから右サイド、裏へ届くか、ボールを受けてスルーパスを狙う、ボールはクリア、上げてくる、どうだ、ヘッドだ、クロスを頭で合わせてきました。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。仕掛けるか、インターセプト、遠藤、遠藤からのフィード、南野、パスでつないで攻め込んでいきます。南野に渡る、これいいですよ。
ベッラッティから左サイド、ベッラッティからペレグリーニ、スピナッツォーラ。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。裏を狙う、ディロレンツォ、抜けてくる、スクイークロス、止めた、こぼれた、と詰めている。まあクリアが精一杯ですよね。スペースへ、バレッラからのボール、狙いすましたんですがヘディング決まりません。クロスバーの少し上、いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。遠藤、町田、遠藤へ、遠藤へ、中山、南野から右へ、南野から伊藤、抜けてくる、クロスを選択、危ないシーンでしたがクリアの対応。これはクリア、ベッラッティ、ベラルディ、ジョルジーニョへ。32分を過ぎたところです。スピナッツォーラ、遠藤、町田、中村、田中、裏を狙っていきます。入るか。さあ南野、南野からの頭、うん、決められなかったか。中央、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。ジョルジーニョ、これは合いません。もう一つ前に行きたい、南野に渡る、フリーで受けた、シュート、来た、先制、日本、イタリアを相手に先制点を奪いました。中盤で奪ってからのカウンター、決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できますよね。日本先制ゴールが決まりました。1対0、いい時間帯に取れましたよね。これで後半のプランが立てやすくなったんじゃないですかね。確かにそうですね。シュート、ここは必死の守備を見せます。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。さあジョルジーニョ、
伊藤、ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。ディロレンツォ、前半終了です。15分間のブレークの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0、日本先制してハーフを迎えました。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね。日本対イタリア、日本がまずは1点先制して後半へと向かいます。後半ゲームはスタートしています。日本としてはスコアを見るとリードはしてますけどもね、まだどうなるかわからないですよね。そうですね、後半の立ち上がりは特に気をつけて主導権を握りたいですよね。ベッラッティ、遠藤、流れを止めます。町田、さあ左へ預けて、中村、田中、さあ左サイドへ、ベッラッティ、ジョルジーニュから左へ、ペレグリーニへ、ロレンツォ・ペレグリーニ、スペースを狙った、さあ一人で持っていく、ペレグリーニからスピナッツォーラ、シュート、伊藤、カットに行きます。遠藤、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。そうですね、中盤の底から入る縦パスに対してのケアですかね。まあ攻撃の起点を潰しておこうという強盗手段でしょうね。ペレグリーニが受ける、ここは競り勝ちます。自分で行く、ここは間合いを取る、さあ上げる、中央へ、ボールはクリア。おっと、これはカウンター行きますね。スペースに出す、来たか、このパスを受ける、旗は上がっていません、残ってる、ボールを追いかける、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。イタリアは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。マテオ・レテギ、ここ来ましたよ、スピナッツォーラ、中央へ、ちょっと合いませんでした。今の攻撃良かったですよね、形は作れているのでこれを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。スペースを使う、南野からのボールを守備陣対応しました。ベッラッティ、さあ右へ預けて、ベロアルディ、もういいですね、いけるか、シュート、マイクマ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。カウンターですよ、南野、南野から浅野、ここはつながりません、裏を狙う、つながります、南野、今日ワンアシストです。この位置で受ける、抜けてくる、クロスを上げる、コーナーキックのチャンス、日本。さあここに選手交代があるようです。イタリアはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。マイクマからのフィード、ここで収まる、
シュート、ダルミア危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ボールが迫る、スルーパスを狙う、シュート、日本としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。大きくサイドチェンジです。ポリターノへ、町田、これはいいプレー。イタリアとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。ディロレンツォ、ここはカットします。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。ペレグリーニへ、ベッラッティ、ベッラッティ裏へ出るか、さあ左サイドへクロスを選択、あっとこの時間でこれはオンゴールになりました。これは珍しいシーンです。オンゴールで1点献上、痛恨のシーンです。いやこれはちょっと予想外の展開ですよね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。まあ何が起こるかわからないのがサッカーですからね。同点なのでここからどう切り替えて戦うかですよね。日本がここで選手を変えるようです。さあ日本不本意な得点を与えてしまいました。まあもらった方としては非常に大きな1点ですし、与えた方としては相手が相手だらけに ねちょっと悔やまれる1点になりますけどもね、はい、中に入れる、クリア、このピンチをなんとか出す、ポリターノ、ゴラッソ、これは見事なゴール、決まった。いやーこれは素晴らしい。いやーなんという、見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。いや動き出しのタイミングもバッチリでいい崩しでしたよね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。イタリア逆転、そしてもうほとんど時間がありません。いやここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね、はい、ゲームを決定づける一本になるかどうかですよね。そうですね、ここで笛です。2-1、日本逆転負け、悔しい結果となってしまいました。北澤さん、